F1 第2戦ブラジルグランプリ、レッドシグナルが刻む熱狂のボルテージ、オールフラッシュ、ブラックアウト。さあ1コーナーに向かってハッキリはどうだ、クルサーバーはどうだ、そしてフレンコンさんもあって、フェラーリはシューバーカーちょっと遅れたか、アーバインが4バッテリー上がって1コーナーのカーブへと向かっていった。ハッキリ今回も好スタートを見せました。ハッキネンは好スタートを切った。アーバインが真ん中を通って4位浮上。レース序盤、トップハッキネン会長、2番手はクルサード、3番手フレンセンに4秒099の差、リードを広げていく。その時、これは22番だ、中野真嗣です。4周目の1コーナー、ブレーキのトラブルが原因でスピン、リタイア。ミナルディは F1 界では老舗である、なのにトラブルのデパートのよう。中野はじっと耐えるしかないのか。マクラーレン超特急は行く、まさにこの2台は別格。2人ともワンストップ作戦を取った。フルタンクであるのに2ストップのグッドイヤー勢より1周1秒以上速い。20周目、白煙を上げコースサイドに出たマシンがあった。高木虎之助のフォードゼテック R V10 エンジンが派手にブロー、またも完走ならず。彼のためのニュータイヤは交換するタイミングが来ないままお蔵入りとなっていく。3位フレンツェン、4位シューマッハ。シューマッハは執拗にフレンツェンを追うが、決定打にかけ抜けない。フェラーリは先に動いた。シューマッハ26周目にピットへ。フレンツェンとの争いが、まあ、いつまでもああいう状況で続いているなら俺が先に動いてやろうとばかりに、まあ、思いっきり飛ばしてきましたよ、はい、今ね。ピットロードでのシューマッハはがめつい、思いっきり飛ばして速度制限のラインでフルブレーキ。これでシューマッハは暫定8位のポジション。次の週フレンツェンが入った。ピット作業は早かったが、コースへ戻ればシューマッハが前。してやったりのジャン・トッド。しかし残り30周、シューマッハとフレンツェンの前に立ちはだかったのがベネトンの新鋭ブルツである。ブルツはワンストップ作戦を取り今3位、したがってここにいる3台はあと1回ずつピットインしなければならない。表彰台に登れるか否かはピット作業にかかっている。まずフレンツェンが入った。8秒1、ワンストップ作戦のブルスが入った。9秒2、そしてシューマッハ53周目であった。おっ、あ、エッソ止まった、エッソ、エッソ、音消えた、うん、うん、あとシューマッハどうしたことでしょう、エンストになってしまった。すかさず火を入れる、うん、13秒6、表彰台は絶望的か。しかしコース上の2台よりシューマッハが一歩前。1コーナーではブルス対フレンツェンの勝負だ。ブルスがかわして4位、シューマッハ3位を守った。トッドもヒヤヒヤ。そしてミカ・ハッキネンが堂々たる走りで72周のレースを締めくくっていく。ワンツーフィニッシュだ。2戦連続の快挙だ。ワンツーです、ワンツーです。シルバーアロー2本束になったら誰ももうかなわない。最終コーナーを立ち上がる。さあこれからホームストレートを迎えます。ミカ・ハッキネン、去年の最終戦から3連勝のチェッカーフラッグに向けて今突き進んでいきました。チェッカーを受けた。ハッキネンが手を挙げました。1番アイアムナンバーワン、そしてクルサード。1コーナーに2台並んでシルバーが行った。数々のマクラーレンバッシングにもめげず、ブラジルを制したロン・デニス。妻のリサとツーショットでポディウムへ。
歓喜するマクラーレンスタッフ。3位のシュマッハの機嫌がいい。レース中のラップタイムが良かったからだ。次は反撃するよ、そう言いたげだった。